定刻となりましたので、ただいまより、株式会社イーウェル決算説明会を開催いたします。はじめに、出席者の紹介をいたします。代表取締役社長、中野則人とでございます。常務執行、あ、失礼いたしました。常務取締役、 北村朝子でございます以上二名でございます終了時刻は十七時を予定しておりますなお質疑応答は会場からの質問を優先しその後 Zoom ウェビナー参加者様からのテキストでの質問という順番にて進めます それでは、社長の中野よりご説明いたします。えー、皆様こんにちは。えー、株式会社 UEL の中野です。よろしくお願いします、えー。本日は当社決算説明会にご参加いただきありがとうございます。えー、それでは本資料をもとに、えー、ご説明を進めさせていただきます。<coughs> まず公表の KPI である新規契約数について訂正をさせていただきます第2四半期が150件からマイナス23件の127件第4四半期が150件からマイナス39件の11件と訂正をいたします、えー、訂正の理由としましては新規契約の有効性の確認を管理部の方で行っている中、まあ、一部契約手続きに有効性が確認できない契約が含まれており公正を期すために取り消しといたしましたなお 第2四半期、第3四半期ともに開示している決算数値への影響はございません。現在、お客様と継続して商談を行っており、検、えー、案事項が解決したものから、改めて2024年度以降の、えー、新規契約として計上を行ってまいります。えー、公表済みのけ決算の数値です、ね、への影響はないものの、当社としましては、訂正した情報を広く公表することが重要であると考え、 この場にて公表をさせていただきます。以上、新規契約数の訂正に関するご説明となります。<laughs> それでは、2023年12月期の期末ハイライト3点についてお話をしたいと思います。1点目、これ、業績につきまして、売上高、営業利益ともに高い成長率で着地をし、業績予想を達成いたしました。でアップセル、クロスセルが売上成長を促進し、クラウドサービスは、相棒レセプトが前期比プラス54.3%と、 成長権引し、BPO サービスも前期比プラス86.2%と、前期に引き続き大幅に成長となりました。えー、さらに、相棒アップセルの e ラーニングサービス、相棒 e ケアキャンパス、えー、法定研修というものですが、これはリリースを開始した2023年の12月、この初月より130件以上のお申し込みをいただき、当期クラウドの売り上げに貢献をしております。 えー、期末契約件数は2575件、市場シェアは16.4%と、2020年度から、の末からですね、3年間で4.7ポイント上昇をいたしました。で2点目、えー、中期経営計画として、2026年12月期の営業利益が18億7000万円といたしました、えー。3か年ですね、3年連続の売上高、えー、CAGR は26.4%。 営業利益率は43%から45%以内の推移で、えー、数値目標を置き営業利益率を高い水準で維持しつつ売上高の成長を加速させる計画となっております、えー、特に顧客単価は BPO の伸びに加え新サービス群のアップセルによる相棒単価の伸びも計画しておりますので、えー、毎期平均プラス9.2%の成長としております、えー、3点目 こちらはマルチプロダクト戦略により連続的な新規プロダクトをリリースいたします。i b a の売上高を成長させつつ現状は20%以下のアップセル・クロスセルの売上高構成費を2026年度には30%以上引き上げ成長を実現させてまいります。でまた、えー、中継期間に i 棒が蓄積している医療データや、えー、生成 AI などを活用したプロダクトをリリースする予定です。 マルチプロダクト戦略や地域包括ケアのプラットフォーム、ケアログなどの成長などで在宅医療のプラットフォーマーとしての地位を確立しつつ、医療データビジネスの将来構想にさらに進めてまいります。えー、これ以上がえっとハイライトとなります。<laughs> それでは EL について、決算の概要、中継数値目標、成長戦略の順に説明をさせていただきます。まずはえ当社についてです。 えー、2012年の6月に起業し、10年後の2022年9月あ、ごめんなさい、2012年ですね、の6月に起業して、10年後の2022年9月に上場いたしました。えー、本社は大阪で2023年7月に新オフィスに移転し、クリエイティブな新しい職場環境で、67名の少数精鋭で企画、開発、運営の既存事業と、新たな挑戦への研究開発を行っております。 で我々が展開しているすべての事業はお客様の成長が、まあ、当社の利益につながるビジネスモデルとなっておりまして現在、えー、主なサービスは在宅医療の要である訪問看護ステーション向けの電子カルテを中心としたクラウド事業とそのサービスを活用した完全リモートのクラウド BPO 事業というふうになっておりますでビジネスを考える上で我々が、まあ、根幹としている経営理念が人を幸せにするになります で人に選ばれ、人の役に立ち、お客様の売り上げに貢献できるサービスを提供し、自信を持って、常にお客様と接することができるように、ビジネスモデルを構築しております。で最近は、他社と比較していただくことも非常にたくさん増えてまいりましたが、これまでの積み重ねにより、形作られてきた我々のサービスも、ビジネスモデルも、唯一無二のビジネスモデルだというふうに考えております。で我々は、在宅医療への新しい価値の創造を行い、 未開拓領域への本物のサービスを通じて人を幸せにするを実現し続けますで人を幸せにするミッションのもと熱い思いと信念を持ってこの,、えー、この事業に取り組む取り組んでいる経営しているメンバーは全社員だと思っております、えー、こちら余談になりますが持ち株会を2023年よりスタートいたしましたででに80%以上の従業員がこの、えー、持ち株会に参加しておりまして 全員が経営者の感覚を共有できているというふうに強く感じております。で経営メンバーとしては私、中野とえ事業責任者として常務取締役の北村、それからプロダクトの責任者を務める取締役の浦安、社外取締役,し取締役として島田徹4名になっております。<laughs> では我々のお客様である訪問看護についてお話をしたいと思いますが、まずは医療の領域のご説明からさせていただきたいと思います。 こちらの図は左から右に人の一生を表しております。えー、と一番上ですね。で医療領域を4つの矢印、この下になりますが、えー、分けておりますで。検診予防、急性期医療、慢性期医療、終末期医療の4つの領域のうち、訪問看護は右手のピンク色の部分になります。でこ,のこれはですね、えーとえー、療養経過情報ですね。慢性期医療の、終末期医療にあたります。療養経過情報、すなわち 長期的的で継続なな情報群になっていると医療を大きくかけて左手の方は短期的で瞬発的な情報これがあの急性期医療になりますのでこの急性期は短発、まあ、瞬間的な情報この新しい領域の右手のピンク色の方は長期的で継続的な医療情報になるというふうになっております例えばですね救急車で病院に運ばれて手術をするっていうのはこれ急性期にあたりますなののでこの えっと急性期医療が、えーまあ、あの病院に運ばれてきて手術をする瞬間ですねその,そのことを指しますでこれまでの医療っていうのは、えっと、その後に、まあ、えっとに回復していくと手術が成功して回復していくとなると病院の中で慢性期も行われてましたすなわち回復してちゃんと治ったら退院していいよということで自宅に帰れたと思うんですがえっとそれではあのなかなか これからは在宅の方で療養していくというふうな体制になってきたのでこの急性期医療の中で行われていた慢性期医療がこの右手の方の長期的で継続的な情報として自宅で療養する形にこれ国を挙げてやっているということになっております。なので、えっと、まあそうですねでこの慢性期医療の領域の中心的な 役割になっているのが訪問看護になるというふうにまれわは考えているということになります。はい、で、<laughs> ですねまあ、このピンクの領域を、えっと、次のページですね、えー、こちらの図は、ですねその新しい在宅での療養をするということになるんですが、その体制を維持するのに、まあ、このような厚生労働省が出している体制を引きなさいということで、こちらの図のこの連携が非常に重要になってくると。 でこれを実現することで医療費が35%削減されることが調査で明らかになっておりまして、これはもう2025年に向けて待ったなしの国策というふうになっておりますで。この図の随所に訪問看護というふうに書かれておりますが、訪問看護は中心的な役割になっております。で地域包括ケアで、えー、医療と介護の連携は欠かせ,欠かせませんあの。この図の通りなんですが、専門性の違いなどから連携がうまくいっておりません。でこれ例えばになります、えー、っと看護師の 電気を変えたとかシーツを変えたよっていう介護士ですね。介護士の電気を変えたシーツを変えたという情報をドクターが聞いても、まああまり意味がないという風うな状況が起きておりますし、介護士の方にドクターが診断や治療の内容を説明してもなかなか。まあ、あの意思疎通が測れないという風うなことが起きたりしております。これはもちろん全員が全員このあのケースに当てはまるわけではありませんが、まあ、えー、っと。 どのように生活の援助に必要なのかがわからないと、まあ、いわゆるケースになってくる、だから結局、医療従事者の方がえっが、と、わからないこともあるし、えー、介護の領域の人がわからないこともあると。ですので、まあ、実際、現場ではです、ね、あの医,療医療保険と介護保険を扱っている両方のことがわかっている、まあ、訪問看護師、いわゆる看護師ですね、が間に入って初めて、えー、医療と介護の連携ができていると、まあ、できることになるというふうな状況になります。 ですので、まあ、訪問看護が中心的な役割になっていると考えているということです。で訪問看護ですね、全国に訪問介護事業者です、ね、介護ですね、が約半数しかなくて非常に負担が大きいです、はいでえっと。カルテの作成を紙に手書きで行っているステーションがまだまだ多いです。えー、訪問看護の方はですね。なので、専門性,の必要専門性が必要な。まあ え看護にではなく、えー、と記録の作業に時間もかかっているといわゆる看護をすることが重要にもかかわらず、まあ、いらないその書類書いたりとか、えー、そういうものに時間が使われている、まあ、移動したりとかもそうなんですけども、えー、とそういったことに時間がどうしてもかかってしまっているとで我々は DX で,です、ね、訪問看護のカルテの作業時間作成する時間を減らしていくことが、まあ、国策である地域包括ケア推進につながるというふうに考えております。 そして訪問看護のカルテのデータをです、ねえー、集積することで、えー、慢性医療、先ほどから申し上げているとおり、訪問看護は医療従事者でありますので、国家資格を持っている。なので、その医療従事者が、えー、ケアを、先ほど言っていた自宅に訪問をしてケアを行っている、そのケアの情報、すなわち長期的で継続的な情報が、そのまま医療情報になるというふうに、ここはイコールですので、 そういったことをしっかりと蓄積をして、これを、えー、と集積した満席医療のビッグデータをすで、まあ、に我々も、えー、有しておるということになっております。ですので、もうこの在宅医療に必要なデータの活用も始めておりますので、これは後ほど詳しくご説明させていただきたらい,いなというふうに考えています、はい。で、我々のビジネスモデルですね、これはあの訪問看護ステーション向けにソリューションの提供をしておりますで。訪問看護事業者は医療でありながら独立採算性というふうになっておりますので、 いかに訪問件数を増やして、1訪問当たり約8500円の、えー、いわゆる医療保険、介護保険から入ってくる報酬を積み上げるかというのが、この,あの経営上、極めて重要な、えー、指標になっております、まあ、収益の KPI になっておりまして、我々のサービスは、あのステーションの訪問件数を増やして売上げに貢献をするということが、えー、サービスの中心という,うになっているということです。具体的にはそのようなことを行っている。すなわち えっと、訪問件数が重要な訪問看護ステーション向けにシステムを提供しっかりとしたセシステムを提供することで実際に訪問件数をしっかり上げていただくということを、まあ、大切にしているということです。で具体的にはです、ね、クラウドサービスとして訪問看護専用の電子カルテンの i 棒 o を中心としたシステムの提供と、まあ、完全にリモートで BPO のサービスになっておりますリモートで行っている BPO のサービスになっております。 で b o は訪問看護の日々の業務を効率化する電子カルテになってまして、えー、記録の作成などの書類業務や、情報共有にかかる時間を減らして、ステーションへの立ち寄りが不要になったりとか、まあ、移動時間を削減します、さらにあのレセプトと連完全連,連動しておりますので、えー、記録とかですね、まあ、えっと完全に連携していることで、これまで人がそこに介在して行っていたような えー、部分を連動することで間違いが起きない確実なあの間違いのないレセプト請求ができるような仕組みになっているとでそ,ういそういったことを実現しているシステムになっております。でこうしてですねこの、えー、バックグラウンドでこれまで、えーあえー、っと訪問ですね訪問して看護師が、えー、っとケアをすることが大事なんですが、えー、っと先ほどから申し上げている書類の管理だったりとかそのバックグラウンドで行っていたような業務を、まあ、一手に我々のシステムに置き換えることで しっかりと訪問看護ステーションさんの経営に役立っていただく、でそういった時間をシステムに置き換えることで、時間の削減を図っていただくことで、1件でも多く訪問をしていただくということで、寄与していっていると、寄与していくということがまあ重要な部分になってくるということになっています。ですので、我々の料金体系は、ですね1訪問ごとに100円をいただくというふうな重量課金というふうになっております。 非常にあの珍しい料金体系ではあると思うんですが、まあ、先ほどから申し上げている通り、えっとおりステーションさんあのお客様である訪問看護ステーションさんがしっかりと、えー、独立採算されている経営をしっかりとサポートをしてそこをしっかり担保することで我々にも1訪問の,その100円があの入ってくるというふうな、まあ、ステーションさんにしっかりと えー、経営をしっかりしていただく中、続けていただくことによって、我々の収益も増えていくというような、まあ、料金体系になっているということになっております。でちなみにあの月額なんですが、1万8000円の基本料金もいただいておりますので、複合型のサブスクリプションモデルというふうになっております。s a ー s のモデルでよくある ID 課金制ではございませんので、えーっとまあ、訪問お客様が訪問して、えー、医療保険、介護保険の方から、まあ、 8, 円が入ってくる。でその中から、えー、と基本料金であるステーションごとにいただいている1万8000円をいただきながら100円を、まあ、重量課金でいた,だい,いただくというふうな、えー、と課金の仕組みになっております。はい、ですので、えー、とちなみにこの1万8000円の、えー、契約期間はですね、2年最低いた頂いてまして2年5年7年というふうな、えー、プランもございます。 でその他のサービスについては後ほど詳しくご説明したいと思います。はい、でこちらの左のグラフはですね、顧客の平均単価の推移になっています。iVo は UI、UX を徹底的に追求をしてですね、誰でも簡単に使えるシステムにしておりますので、業務を効率化し、えー、長く使えば使うほどステーションの生産性が向上されて、営業利益率が向上することで、ステーションの人員も増加されてまいります。ですので、えー、そうした訪問件数が伸びて、 1一訪問ごとですね、100円ので我々の売り上げも増えていくので顧客単価が向上していきます。ですので2023年12月期は前期よりプラス3.6%成長して顧客単価は7万6300円まで伸びてきております。我々のビジネスモデルはシェアの拡大、満足度の向上である解約率の低位安定、それから訪問ですね、顧客の 単価の向上お客様の売り上げのいわゆる訪問件数稼いであの訪問件数をたくさんしていただくことで単価を向上していただくこの3つの循環がサス,サスティナブルな成長の基盤というふうになっております。ですので市場シェアは我々が、えー、よくねあの市場シェアっていうふうに聞かれるんですけども我々は普及率というふうに呼んでおります。 でで、すので皆さん手書きをされているところをどんどん DX していって普及をさせてきておりますのでそれが16.4%というふうに順調に拡大してきているという状況になっていますではサービスの概要と特徴をご説明をしたいと思います訪問看護専用電子カルテ IVO は我々の事業の基盤というふうになっておりましてクラウドシステムで患者の情報それから医療従事者がケアに当たった、えー、まあそうですね あのケアに当たった精神的情報であったりとか身体的な、まああのえー、情報であったりとかを在宅での、えー、と療養経過の情報などが記載されているような内容になっております。ですので、まあ、いわゆる電子カルテというふうに我々はあの言っておるんですがこれはあの医療従事者訪問看護師っていう国家資格を,もあの国家資格を持った医療従事者が、えー、使う。えー まあ、ツールになりますので、まあ、それらの内容が記録されていくというふうになっております。ですので、まあ、いわゆる電子カルテというふうに呼んでおりますが、厚生労働省が定める電子カルテのガイドラインに沿ってあの開発の方もしておりますので、えー、タブレット、スマホ、PC、どれでも利用できるようになっているんですが、非常にセキュアな環境で提供されております。ですので、まあ、国内リージョンの限定のクラウドサーバーで運用もされておりますので、大切な医療情報がなくなることなどが決してないような。 万全なバッックアップ体制で運用しておりますでちなみになんですが、まあ、例えばタブレット、訪問者で使うのがタブレットですので、そのタブレットで写真を撮った場合、あるいは記録を書いた場合、そのタブレットに一切その写真であったりとか情報が残らないような仕組みにもなっているということになっております。で2023年にはです、ね、月間140万件、20万人以上の患者の 医療データが蓄積されておりましてご利用いただいている医療従事者は今4万4千人というふうに4万4千人を超えているような状況でございますはいでこちらの図はですね一月の業務の流れになってますで他社が提供する、まあ、レセプトシステムは、えっと、右側の白いエリアの、えー、月書ですねこれあの1日から10日、まあ、請求業務というふうにかあの書かれていますが この1日から、えー、と10日の間に、えー、全国で訪問看護ステーションさんであったりとか、まあ、これも介護も医療もすべてなんですが、国に保険請求を行います。それをあのレセプト請求というふうに言うんですが、このレセプト請求システム、こ,こ,この部分をえっとサポートされている、まあ、企業が非常に多い。であの訪問看護はです、ね、一文字違いの訪問介護という領域ですね。これははは介護サービスは実はあの 26種類54サービスもありますですのでこの、えー、と26種類54サービスに対応したレセプトベンダーさん、まあ、素晴らしいシステムだと思うんですがこの介護の領域のレセプトをされているレセプトベンダーさんが1、まあ、文字違いの訪問看護の、えー、とレセプトも、まあ、作られたとそれをベースにですのでまあだからすごく まあ、使い勝手が悪いのかなというふうに考えております。まあ、そういったことで、えっと運流用されて作られているシステムが、まあ、ほとんどだと、えー。逆に言い換えると、訪問看護専用だけで、えーっと、レセプト請求システムを作られているところは今、あんまりないのかなというふうに感じております。ですので、えー、っとまあ、ほぼ例外なく、レセプト請求システムを展開されているベンダーさんは、えー、介護領域の、まあ、いわゆるがあのメインターゲットというふうになっているんだろうなというふうに見ております。そそしてののレセプト請求システムの えー、ベンダーさんがあのこの白の領域ですね、右手の白の領域になっておりまして、我々はそこを作るのではなく、この左手の、えー、電子カルテというふうに上に書いてありますが、手書きの領域ですね、この手書きの領域を DX してきているというところが大きな特徴になっております。でですのののの我々のあのメインの授業というのは もちろん訪問看護がやっているこの左手の手書きで手書きから DX をしている CRM というふうに書いておりますがこの領域を徹底的に今まで行ってきたと。で、レセプトについてはですねえと今からまあ約2年半ほど前にえとリリースをしたのですがえとこちらの方はですねえ相棒のユーザーの約83%がもうすでにご利用をしていただいております。 え2年半前にリリースした相棒レセプトになります。で、これ、大きな違いはですね、あの日々のやっている業務が自動的にレセプトに反映されますので、まあ、間違いも起きない、えー、ような、まあ、仕組みになっているということになっています。で、一方で、この1日から10日って書いているのは、基本的に入力する画面があるので、まあ、ここで入力を、えー、していかないといけないというふうな状況ですので、まあ、大きく、まあ、違う違いがここにあるのかなというふうに考えております。 はい、でまたクロスセルとしまして完全リモートの BPO のサービスですね iVo 事務管理代行を提供しておりますで訪問看護ではシステムのソリューションだけでは解決できない問題とし,しまして事務、えー、の作業者が不足をしているという問題がありますでこれをカバーするために iVo の複合的なサービスを駆使して完全に遠隔で、えー、クラウドの BPO のサービスを実現しております で我々が行う請求業務の返礼率は6ヶ月で平均0.03%。えー、とこれ、通常はです、ね、あの保険請求を国に行うと返礼というのがございます。ですので、この高い返礼がある中、まれ、あ、わは平均で0.03%と非常に低い返礼をまあ今実現していると。で現在は124ステーションにご利用いただいているという状況になっています。のの事務管理代行はです、ね、電子カルテの相棒と 相棒レスブトのご契約は必須となっておりまして BPO の費用としましてですねこれは顧客の売、えー、と総売上げの5%もしくは月額10万円 <laughs> いずれか高い方の利用料金というふうになっておりますでレスブトの事務をですね我々が一手に引き受けることでステーションは制度や請求について悩んだり調べたりする時間を削減できたり間違,い間違った請求難しい,すごい非常にあの医療保険と介護保険両方に またがって請求をするしますので、まあ、そこにあのコーだったりとかいろんなものが絡んできます。あの非常に難しい請求業務ですので、返礼というのが多くなります。ですですが、ま我々はそこを一手に代行することによって、その複雑で時間のかかる請求業務ですね、そこをま一手に引き受けることで、えー、訪問看護ステーションさんのま売上安定に貢献していくというふうなことにもつながっているということになっております。 <laughs> はい、で続きまして、まあ、これ、クラウドサービスのアップセルとして、2023年12月から新たに e ラーニングサービスですね、これ、i b ボイキ e c a m p s というものを開始いたしました。これ、訪問看護の法定研修版というのを提供開始したんですが、訪問看護では、介護報酬の改定に伴い、法定研修が2024年度から、えー、義務化されます。 でこれはステーションのスタッフを一堂に集めるやり方の研修では時間調整により訪,、えー、と訪問を通常通り行えなくなる、まあ、行えなくなり経営リスクの影響が出るということが考えられましてスタッフが集まる必要がなくなる各自が隙間時間を使って自由に受講できるクラウドでの e ラーニングにいたしました。はいでえーえー、と研修ですねこの 研修の計画策定の支援であったりとか、習熟度を測るためのテストや、えー、と受講の証明も発行しておりますので、えー、この研修を受けていただくことで、訪問看護の質の向上や安全性の向上にも、まあ、同時につながってくるということになっています。 研修を受講していただくことから利用料金は1ステーション当たり年間18万円いただいているというふうな状況になっています、はい。で、看護師一人一人の訪問件数が重要である訪問看護においてですね、えー、訪問時間を削ったりとか、訪問件数を減らすことはステーション経営の重大な課題になりますので、訪問数をできる限り減らさずに、法廷研修を受けられるこのクラウドサービスは、 おお申しし込みが、まあ、今現在殺到しておりますで開始1か月で130以上のステーションにご契約をいただいておりお客様と直接契約を行っている、まあ、ユーザーフレンドリーな関係を構築している我々だからこそお客様が本当に必要としていることと、まあ、向き合って新たな価値の提供を行っているのが結果だというふうに考えておりますはいでここからですね12月の決算の説明というふうになります はい、で2023年12月期の通期の、えー、業績としましては、売上高20億円、えー、20億6900万円と、2023年、えー2月えー、第2四半期です、ね、の決算説明で発表した業績予想より、えー、1600万円上振れで着地することができました。で、クラウド、BPO ともに順調に増加し、12月から新しいサービスのローンチも成功しておりまして、えー、第4四半期売上に貢献をしております。 で営業利益はです、ね、前期より2億1600万円増加いたしまして9億トンで800万円というふうになりましたで営業利益率も前期より0.7%向上し43.9%で着地をし売上営業利益ともに業績を予想を上振れ達成いたしましたで業績の推移としましては長期トレンドとして創業8年目の2019年の11月に単月で 損益分岐点ををえてししましたでそれ以降ですねストック型のビジネスモデルでありチャーンレートも定義安定していることから、えー、人材確保や新たなプロダクトの開発などを行いながら、えー、安定した収益を、えー、創出できておりますで2023年12月期においても4期連続で、えー、黒字を達成しておりまして、えー、昨年同様の営業利益率も43%を超えて維持しているというふうな状況になっております <laughs> で続いてサービス別の収益動向となります、えー。売上合成費としましては、クラウドサービスが89.5%、BPO サービスが9.7%、その他が0.9%というふうになっております。でクラウドサービスは IBO を中心とした複合的サービスで、アップセルの IBO レセプトが前期比プラス、えー、54.3%と成長を牽引し、売上高は18億5100万円、えー、増加率は前期より25%プラスの3億7000万円と。 増というふうになりましたで、BPO サービスは前期と同様に、えー、当期も大幅に増加し、えー、前期比プラス86.2%の9200万円増で1億9900万円というふうになっておりますで、こちらですね、えー、サービス別売上高の四半期ごとの推移となっております上段のクラウドサービスは順調に推移しておりまして2023年12月期の第4四半期には、えー、新サービスの e キャンパス法廷研修の売上が 1> 1, 万円計上されておりますこの新しい新サービス売上を除いても第4四半期はクオーターごとの売上成長率は昨年の4.2%より向上し4.9%の成長というふうになっております。でまた BPO サービスはですね第4四半期に一部大口顧客の事務員の増員による解約があり微増に止まりましたが契約検査順調に増加しております。 BPO サービスの売上げの鍵となるスタッフの採用も順調に進捗しております。はい、でこちらは KPI の推移になっておりますでクラウドビ、えー。クラウドビジネスを主軸に、サーズで提供している我々が重要とする KPI は市場シェア、それから契約数、えー、顧客単価、解約率と、この4つになります。2023年12月の末時点でですね、契約数は2575件。 えー、顧客単価は、えー、7600、えーえーえー、円ですね、すみません。えー、といずれも順調に成長しておりまして、解約率は0.11%と、えー、引き続き定位安定をしているという状況になっていますで。なお、1年前に発表した中期経営計画の中では、えー、2013年12月期の契約数は、 2662件、解約率0.08%となっておりましたが、これは事業所閉鎖に伴う解約が予想より多かったということが、えー、あるため、まあ、達成しておりませんが、えー、顧客単価については、と当初、計画では7万2900円というふうになってましたが、結果的には3400円アップというふうになっております。で市場シェアは、ね、16.4%となっており、市場シェアをご説明する上で重要なのが、訪問看護ステーション市場全体の成長になります。 で2012年から10年間で CAGR8.7% と事業所数はまあ拡大をし2023年は昨年対比9.7%増とさらに成長を拡大しておりますでその中で訪問看護 DX の市場シェアである普及率はですね2020年度末から3年間でプラス4.7%まあ4.7ポイント上昇して 訪問看護市場全体の16.4%が電子カルテの利用者というふうになっております、はいで。次に契約ステーション数の推移というふうになります。で新規獲得件数ですね、これは通期で511件で、新規契約の獲得は昨年の461件より11%増加、成長いたしました。で 契約数はですね、前年同期比で19.2%増の2575件というふうになっております。でまた、解約数はですね、通期で92件でしたが、そのうち72%です、ね、これは事業所の閉鎖、お客様が事業所閉鎖されたというものにな,るなります、はいで。続いて顧客単価になりますが、昨年、えー、対比で3.6%プラス成長というふうになっております。ののクラウド関連の 顧客単価については、新規の、えー、開業ステーションの契約が、えー、増加傾向というふうになっており、既存の単価上昇と相殺されてほぼ横ばいになっておりますが、まあ、相棒レセプトと BPO サービスのこのアップセル、クロスセルですね、こちらの契約増加が上昇原因となっておりまして、前年同期から2700円、えー、プラスの7 6300円というふうになってなりました。 で顧客満足度を計測するために必要である解約率はですね、レメニューの MRR で0.11%と、s、ま、a、あ、ー s のビジネスモデルでは非常に低い、まあ、数値で定位安定していると。 0.11なんで、非常にあのまあ誤差の範囲かなというふうに考えているんですが、昨年の解約数はですね総数で56件、今年度は92件と若干でありますが、増えてはおるんですが、0.04%上昇したとえ考えられますが、これは事業所の閉鎖によるもの、何度も繰り返していますが、それが大半になるというふうに考えております。こちらはあの営業利益率の増加の要因になります <laughs>。 2022年の12月期から2億1500万円増加をしております。で売上の増加では、えー、あらりが合計まあ3億6600万円増加した一方、大阪本社の移転関連費用の発生ですね、展示会への積極参加による広告宣伝費の増加など、反感費が1億5000万円、えー、増加をしているとい状況です。はい、で続いて、えー、サービス別のあらりの推移になります。で構成費としましては、クラウドサービスが91.7%。 えー、BPO サービスが7.2%、その他が1.1%というふうになっている状況です。でクラウドサービスは10億円、えー、増加率は前期より24%増の2億9000万円のプラスというふうになっています。BPO サービスはですね、売上、えー、増に加えて、あ、えー、られ率も上昇しているため、大幅に増加し、1億1700万円、えー、増加率は前期より161.7%増の 7200万円プラスというふうになっております。なお、今後、BPO のあら率は、通期で60%から65%程度で推移するというふうに見込んでおります。で、こちらは営業利益率の、営業,営業費用ですねえ、えーっと、営業費用の推移というふうになってまして、事業の拡大と組織の成長に合わせて、費用も増加をしています。今後も全部門で投資を継続予定ですが、 特に開発部門,部門へは引き続き投資をしていく計画になっていますで。こちらは従業員の推移になります。少数制で事業を運営していますが、まあ、BPO やカスタマーサポートの人員は、えー、規模に従って増加をさせて、えー、おりますで。2024年以降ですね、えー、プロダクトやその機能拡大に向けてすべ、えー、てのビジネス領域で採用を進めている状況になります。はい、で続いて2023年12月期末の 貸借、えー、対,対象表で、えー、前期比との比較になります、えー、自己資本比率ですね前期末から4ポイントプラスで71%と、えー、強固な財務体制を形成しておりますで有形固定資産の増加は主に本社を移転したことによるものですなお純資産の増加は譲渡制限付き株式報酬としまして、えー、新発行 新株発行ですね、これが3800万円を含んでいる、えー、おりますと。はい、でこちらは中期経営計画の数値について、ここからは、えー、ご説明したいと思いますで。数値目標としましては、売上高を2024年25億6千万円、万円、2025年33億4 2二百万円、2026年で41億7 7七百万円として,まし,てしまして、 えー、CAGR ですね、これは26.4%の成長を計画しており、営業と開発部門への投資の強化をすることで、高い水準で営業利益率を維持しつつ、売上高の成長を加速させたいというふうに考えております。でサービス別売上高の目標としましては、クラウドサービスが新サービス群によるアップセルを見込んでおりまして、2026年に36億1800万円の計画といううになっています。では 自社の人員を増加させつつ引き続き高い売上成長を実現をする予定になっておりますで主要な KPI の目標としましては契約数は順調に増加しておりまして2026年に3944件解約率は定位安定する計画にしておりますでまた、えー、顧客単価は BPO の伸びに加えまして新サービス群のアップセルによる相棒単価の伸びも計画しているため 毎期平均プラス9.2%の成長を見込んでおります。で、ここからは我々の成長戦略について、えー、ご説明をしたいと思います。で、中長期的なビジョンとしましては、えー、在宅医療のプラットフォーマーとしてさら,さらなる進化を図ると。で、我々はあのこ,れこれまでも申し上げて、えーえー、きましたが、えー、社会課題である2015年問題の解決を目指してですね、28兆円の巨大な在宅医療の市場で、 貢献してていいいきたいとういうふうに考えていま,すでまた中期経営計画を更新して、えー、事業基盤,の強化化を基盤の強化を図りながら、えー、高成長・高収益モデルでビジョンの実現を目指していくというふうに考えていますそして我々がなぜ在宅医療のプラットフォーマーなのかということになりますがまず慢性期医療と終末期医療に特化した市場で、えー <coughs> はいえー、っと市場で えー、我々は16.4%のシェアをすでに持っていると、訪問看護を通じて 16.、16.4%の先ほど言っていた満席医療の、まあ、要である訪問看護から得る情報を、えー、としまして 16.、16.4%の市場シェアをすでに持っているということがありますで。在宅医療の患者のニーズをまあ理解した上えで、患者とその家族のための PHR を中心とした新しい価値を提供できると。 自動的にこれはもう提供できますとそういう状況になっているということですで。我々は全国47都道府県の訪問看護で蓄積された長期的で継続的な、えー、医療の訪問記録データを4800万件、えー、集積もうすでにしておりまして今後 PHR を展開することで、えー、患者個人からの同意を得ることもできます。で将来的な個人も、 利用できるビッグデータの活用が早期に実現できる、まあ、いつでも実現できるというふうに考えているという状況になります。でまた、訪問看護ステーションの数といわゆる病院,のクリ病院やクリニックの数を比較しますと、訪問看護の比率は非常にまだまだ小さいです。ただし、病院が関わっている訪問看護ステーションはだいたい1件から2件になります。ですが、訪問看護から関わっているドクターの数は35人というふうになっておりますので、 えー、そうすると訪問看護の方が EMR の, EM の、えーまあ、集積が広がるスピードが非常に速いと、まあ、いわゆるデータの元になりますので、まあ、そこをデ,デジタルデータ化していく、まあ、いわゆる、えっと、データの、えー、訪問して行っている、えー、療養ケアのされているそこをデ,デジタルデータ化していっているというふうな状況ですのでまあ ある意味病院よりも訪問看護の情報をデータ化することの方がまあ早く形になるというふうにまあ我々は考えているということですで,ですのでまあ在宅医療に関わるすべての人にプラットフォームを通じてですね必要かつ有用な情報をこれから提供していくとでそれぞれの方がまあ自身にとって最も適切な選択をして生活ができるあるいは治療を受けられるような社会をつくる、えー、使命を果たしていきたいというふうに考えております はい、で我々はですね、まあ間近に迫る2025年問題、まあ、これはあの、えー、少子高齢化、まあ、超少子高齢化というふうに言われていますが、2060年までこれはもう改善されることがないというふうに言われている、まあ、すなわち入り口ですよね、2025年が、えー、始まりに過ぎない、まあ、そこから非常に、あのー、少子高齢化が進むということを捉えましてです、ねまあ中期計画、中期計,の計画に基づいて中長期的な 成長戦略を推し進め、まあ、進めるべく2025年の12月期までを基盤,基盤強化期間というふうに設定しておりますこの中長期的な成長基盤構築のための準備期間にです、ね、2025年問題に対応することができる事業運営体制ですねで在宅医療のプラットフォーマーとしてさらなる進化のための経営基盤を 構築してていいいくという,ふうに考えている状況です、はい、で成長戦略としましては、えー、データとテクノロジーを組み合わせましたマルチプロダクト戦略を基本としておりまして、えー、従来よりもスピードを上げて連続的に新規プロダクトをリリースすることでさら、まあ、なる成長の実現に取り組んでいくということ、まあ、リーンスタートアップをさせていくということですね、はい、でまた IBOL の,の売上高を成長させながら、えー、現状20%以下であるアップセルクロスセルの 構成費を2026年度には30%以上にしていくというふうに考えています。で、プロダクトの戦略ですね、としましては、在宅療養における主要領域を, <laughs> を起点とした開発を続けておりまして、中継の期間ですね、これまで i b が蓄積したデータや生成 AI を活用したプロダクトのリリースを予定しているという状況です。はい。 で2024年度、まあ、2024年にスタートする新規プロダクトについて、えー、説明をしたいと思います。でまず1つ目ですね、i いぼへのアドオンとして、2024年4月にリリースを予定しております、AI による看護計画作成機能になります。で看護計画は、えー、主治医の指示、ケアプランで、利用者や家族の希望などを考慮し、時間をかけて作成をする必要があります。今現状、そういうふうになっていると。まあ えー、ですので看護師などの経験によって作業、まあ、作成時間や、えー、作成内容に、えー、偏りが出たりとか、まあ、あるいはその内容が少し漏れていたりとか、まあ、人がすることですので非常にまあ時間もかかっていてでその看護計画になりますのでその計画に基づいて訪問看護を進めていくんですがその計画通りに現場がなっていなかったりとか、まあ、細かい,い,い、まあ、課題が、まあ、実はたくさんあると。 つまりその看護計画自体も見直しもどんどんかけていかないといけないような状況になってます。えー、これが今の現状になるんですが、まあ、今回のこの機能で、相棒のデータと公開データを実用化されている生成 AI を掛け合わすことで、えー、患者の状態や希望、ケアプランを考慮した最適な計画ですね、看護計画、まあ、いわゆる訪問看護計画が自動的に 作,れ作成されてレコ,メンレコメンドされるということが実現できます。で、このレコメ,レレコメンドされた、えー、提案内容をそのまま採用することもできるんですが、えー、もちろんこれは、えー、国家資格を持った看護師が、えー、見ますので、その看護師が経験により変更されることがあります。それによって、さらに精度が上がった状態がデータとして蓄積されて、その中からまた AI がそれらも考慮して、 え次の、えー、看護計画を考えるときには、またさらに精度を上げてや、えーまあ、PDCA を繰り返すことができるということで、これ、非常に期待ができる、えー、まあサービスになるというふうに考えております。で、この機能で作成時間が短縮されるとともにです、ね、看護師ごとのケアのまあ隔たりなんかをなくしたりとか、看護の質が高い。 レベルで平準化をされていきます今言ったようなことが PDCA がずっと繰り返されますので、この繰り返されることによって、非常に質の高い看護が実現できる世の中になるということを我々はこれから進めていく。まあもうこれすでにテストも終わって、非常に高い精度が今実現できているという状況ですので、ここをしっかりやっていくということになっています。で今回、AIBO に生成 AI の機能をプラグインしたことでですね、 看護計画を作成するだけではなくて1ヶ月間のケアの記録を振り返った主治医に提出する報告書のも生成 AI の技術を採用して自動化されてまいります。これによって文章作成にかかる、えーまあ、時間であったりとか、えー、事,務事務業務ですねをもうワンクリックで短時間で終えることができますので、えー、空いた時間を看護に充てることがさらにできると。 時間が非常にこれほとんどが訪問看護の業務の中で結構書類を作るという時間が非常に多いんですね。でこのことが圧倒的にまあこの AI の登場によってこれを活用することによってそして我々はデータで持っているというところをしっかりと AI×AI AI ということで解決することができますので非常に時間の短縮が図れることにつながると。でその空いた時間をまたさらに訪問患者1人を 患者一人一人多く見ていただくということで、まあ、看護師不足と言われている状況にもまあ対応ができるというふうに考えております。<laughs> まあ1人のカバー率が増えるということですね、患者さんのカバー率を増やしていただくということができると。まあ、これは先ほどから、えー、冒頭から申し上げている通り、1訪問100円である我々のこのすべては料金にしっかりとステーションさんが訪問検査をしていただくことで、一訪問100円のまれわの収益も。 上がってくるという、まあ、結果的には売上の向上につながるというふうになってくるという状況ですで訪問看護計画のリリースを先行的に行ってですね、えー、2024年10月には AI による、えー、看護報告機能も、えー、またリリースをいたしますので同時に課金開始を予定しているというふうな状況になりますそして2つ目の新規プロダクトはですね地域包括ケアのプラットフォームのケアログになりますでこれ あの冒頭の、あの先ほど申し上げた厚生労働省が出している医療と介護の連携で、これは地域包括ケアというふうに説明をしましたが、この地域包括ケア、実はあのシステム化というのは実、いろいろされてはおるんですが、なかなか使われていないというふうなことが現状というふうになります。それは先ほど申し上げた医療の従事者と介護の従事者がなかなか連携することが、まあ、実は現場ではあまり起きえない。 まあ、起きないって言ったらいいのかな、あの起きづらいということになります。えー、ですので、えー、そこにシステムを作ってもなかなか使われないというのはもうこれ必然的なのかなというふうに考えておりますが、まあ、そこに訪問看護が入ることで、えー、しっかりとこの地域包括ケアもできるということになりますが、そこをまあ我々、えー、データベース化していくというのが、まあ、もう今、えー、訪問看護のデータがありますので、それを使うことで、この、えー、地域包括ケアのシステムも実現できるということで、これをまあケアログと。 というふうな、えーえー、っと製品名、まあ、サービス提供内容の、えー、っと名称にしておりますが、このケアログを展開してまいります。で、こちらはですね、えー、っと、相棒と連携をさせ,させるサービスになります。で、ケアマネージャーが病院の地域連携室で、退、え、院、ー、調整を行う看護師やソーシャルワーカーなどが、えー、患者の受け入れ先となる訪問看護ステーションを、まあ、今探しているんですね。その探している まあ最適な在宅医療の引き受け先を探すためのマッチングをシステムを使って行います。これを無料で行っていくというふうに考えておりますが、会員制のポータルサービスとして、2024年7月から提供を開始する予定にしておりますで。情報セキュリティ大学の論文の中に記載されておりますが、地域包括ケアの中で最も期待されるのは、えー、地域医療、介護サービス資源の把握ということになっています。でですので アンケート調査,調査ではですね、9割近い人がその必要性を感じていると、これも現場があのあの切実に感じているということになっておりますが、理由としましては、地域包括ケアでは患者の退院や <laughs> 対処ですね、が決まった段階で、まあ、迅速に患者に応じたケアプランや <laughs> 受け入れ体制を作らないと作ら、作らなければならないためになります。なので、現在はケアマネや えー、退院調整を行う看護師は、えー受け入れえー、受け入れてくれそうなステーションに電話をかけて、ですね、えーっとまあえー、空き状況や、まあ、どういう患者を受け入れているのかを、まあ、聞いて探したりしていました。でこ,れこれはですね、まあ、迅速な対応が難しく、なかなか難しいというのは、もうこれ逆もあるんですね、あの訪問看護ですので、例えばその電話、訪問看護ステーションに電話をしても、その 看護師さんが、えっと、ステーションにいてるとは限らないですそうするとその緊急電話あの訪問してる時に持ち出している電話に電話がかかったりするんですね。でその時にまあ患者のところにいてたら電話出れないケースもあればまあ予診場出たところでなかなかそのステーションの空き状況の把握ができていないがために、えっと、受け入れますかという質問があったとしてもなかなかその対応ができないっていうのが現状になってます。でえっと、結果 あのその獲得するべき患者さんを獲得することができないというふうな問題も,もう非常にたくさん起きていると、えー、これが先ほどから申し上げている、われわれ解約あの <coughs> チャンレートが0.11というふうに申し上げましたが、それの72%が廃、えーまあ、業されている理由の一つになっているのかなというふうに考えています <coughs>。ですので、まあ、この KR を通じて、<coughs> まあ、このような、えー ミスマッチを、まあ、起こさないように、<laughs> あの地域の医療、で介護サービスの資源の、えー、見える化を行ってです、ね、登録されているステーションはリアルタイムで空き状況やステーションの特徴を相棒の情報から自動的にサイトに掲載をしていくと、でこれを、えー、医療従事者は常に閲覧ができて、えー、患者に最適な受け入れ先をスムーズに探せるようになるというのが、まあ、このケアログ、我々がこの今言っているケアログの、えー、いわゆる機能というふうになっております。 ね、でですね、すみません、失礼します。はい、でステーションの営業コストをかけることなく、患者不足を解消してです、ね、で営業の改善につながる、経営の改善につながるというふうになっております。で令和6年度の医療と介護の、えー、法律改正の協議されている中ではございますが、まあ、これ、言われている通り、 えとケアマネによるステーションの、えー、偏りや、えー、患者の要望を無視するようなケアプランの立案を防止してです、ねえー、これからの地域包括ケアの在り方を変えるプラットフォームになると、えー、これの提供が可能になるということになっております。で、ここからはですね、2026年度以降、えー、2026年以降の将来的に我々が目指す構想について話お話をさせていただきたいと思います。 こ,れこちらの図、非常に重要なんですが、まあ、冒頭にも、えー、と同じような図を使わせていただいておりますが、これ、先ほどご覧いただいた医療の領域を4つに表した図になります。で今度はです、ね、医療データの <coughs> 性質について説明をしたいと思うんですが、まず、えー、検診予防で、急性期医療、えー、ですね、これは検査や治療がメインというふうになっております。 で短期的で瞬発的なデータというふうに先ほども申し上げましたが一方当社の授業領域である慢性期医療は訪問看護や訪問診療などの医療従事者により患者が地域で暮らしを継続しながら長い期間の療養を行っていきますとでこの慢性的な疾患を持ちながら自宅で療養や治療を行っていく、まあ、慢性期医療終末期医療は長期的で継続的なデータになるということも先ほど 申しし上げままたたたがここれれらの違いいいをまずご理解いただきたいとこれは非常に重要なポイントになっておりますので、えー、っとまずこれらを踏まえて説明したいと思います。<laughs> で、慢性医療や終末期医療を支える医療従事者にはですね、主に、えー、訪問診療や病院の医師、それから訪問歯科の、えー、歯科医師ですね、で衛生士、それから訪問調剤の薬剤師、訪問看護の看護師など。 というふうになっていますが、この医療従事者の中で1ヶ月間ですね。で、一番患者の宅に上がって、一番、えー、患者にあって、今言った医療従事者メンバーの中で、医療ケアを提供する回数が多いのが訪問看護というふうになっております。で、比較してみると、訪問、えー、診療の医師が約2回程度になりますが、訪問看護は8回行くというふうになっております。で、このことから、 慢性期医療や終末期医療の中で、えー、要となっているのは訪問看護と言えるというふうに説明をしております。でそして、長期的で継続的な、まあ、患者データを収集するには、訪問看護のカルテ情報がなければ実現しないのは、もうこちらの情報を見ていただいても明白な状況だというふうに言えます。で、保険請求を行うためのレセプト情報は、厚生労働省が集約し、統計的には提供されておりますが、 レセプト情報にはですね、患者の状態が記載されているわけではなく、あくまで病名や処方された薬や、えー、医療的な処方などが記載されているのみになります。なので、多様化していく社会の中で、どのような暮らし、どのようなニーズを患者や家族が持っているかは異なっているという状況です。でこれらのことまでを網羅しているデータは、各病院ごとに、えー、こちら書いておりますように分断されていますと。でこれはあの まあ、慢性期だけじゃなくて、急性期医療も分断されているのかなというふうに考えているんですが、まあ、例えば皆さん、えー、病院行った時に、病院から病院に移るときに、自分のか、えー、と患者情報、まあ、カルテンの情報、自分が治療した情報っていうのを持っていくのではなくて、まあ、ドクターが書いてくれた、えー、医師の指示書を持って、次の病院に行くと、自分の疾患を、まあ、置いといて。 っていうなな状況になってますですので、医療情報の連携というのは、実はあのこれ、国内においては、まあ、なかなか病院と病院の連携というのはされていないというのが実態でございます。えー、これはあの、慢性医療も同じく同じことで、で慢性医療については一つ言えるのは、まあ、これまで、えー、手書きでされていたので、連携の仕様がなかったというのが、まあ、一番分かりやすい理由なのかなというふうに考えているんですが、まあ、我々、訪問看護を通じてデジタルデータ化をしていると。 でそのデジタルデータ化しかも訪問看護ですのでえ全国え47都道府県で、まあ、我々のお客様が使われているということでもう自動的に連携はもうこれ終わっているという状況になりますでその状況いわゆる訪問看護から得る情報をえ各地域の在宅支援診療所のドクターであったりとか主治医に情報提供を逆にしていきますので、まあ、順番で言うと逆になるんですが、まあ、訪問看護の情報がだから重要なんだとでその重要な情報をデジタルデータ化をして えー、このように連携していくということで、えーまあ、実現できる世界が、まあ、かなあのたくさんあるのかなというふうに考えているということです。で、えー、っとですね、まあ、このわれわれ2014年から訪問看護の業務を DX 化し、i v は47都道府県で月間4万4人です人、ね、の看護師など,になどの職員に日々まあ利用されておりまして、20万人以上の在宅療養を支えており、まあ、これまで誰も実現しなかった。 全国的な慢性期や終末期のえ継続的なカルテ情報、それから、えー、患者や家族のニーズで暮らしの情報などを含めた慢性期及び終末期の、えー、地域医療データの集積を既にもう実現しているというのがこの相棒というものになります。まあ余談になりますが細かいこと言うと訪問,、えー、訪問するお客様、患者ですね、あの看護師さんが自宅に訪問したときの,の鍵のありかであったりとかそういったことまで。 我々の相棒の方に収納されているという状況ですのでそういった各個人個人の情報から医療の情報まですべて訪問でこれまで病院で行われていた慢性席医療をそのまま自宅でするということはその自宅でこれまで病院にあったような情報プラスアルファですね各住環境が違う訪問看護の先のお客様患者様の えー、自宅の情報であったりとかも、まあ、その IBO、えー、の中に集積されるようになっているということになります。で、現在我々が活用可能で、えー、蓄積している情報が4800万件以上、医療のビッグデータを活用し社会課題を解決することは我々にしかできない使命だという,うに考えております。で、さらに我々は保有する長期的で継続的な満席医療データに、病院、歯科や薬局の多様性のある 正確な、えー、医療記録をですね、オープン API を通じて取り込んで分類、分析した上で在宅医療の、えー、ビッグデータとして蓄積していきたいというふうに考えていますで。これは i 棒をベースとするのではなく、我々が新たに構築する EL プラットフォームに i 棒 o も含めたさまざまなシステムから情報連携をさせます。その付加価値の高いビッグデータを在宅医療に関わるすべての人が必要となるよう活用し、情報提供ポータルやプッシュ型の PHR、 えー、在宅知見などの新たな価値の創造として提供していくとで基盤強化と研究開発フェーズである在宅は <coughs> 在宅医療ビッグデータを PHR をはじめとするさまざまなソリューションの企画と開発さまざまな連携先と共同研究を行いながら、えー、開発と検討を重ね実用化に向けた PDCA サイクルを、えー、実施していく計画になっていますでこの計画は我々だけでなく、えー、多くの事業者を巻き込むことでより早く計画が推進するものと考えております でオープン APR を通じたさまざまな企業やベンダーとの連携を行いながら進めていこうというふうに考えております、はい、で2023年にです、ね、実施した将来構想の整理と課題の適質を,、えー、をベースとし2024年以降は課題の解決策や具体的な PHR などのソリューション開発に着手していきたいというふうに考えておりますで我々が実現したい医療データ活用の基盤的な考え方の軸としまして個人の不安解消です さまざまなことが多 <laughs> 様化している現在えそして来る2015年以降の少子高齢化社会への不安などこれから日本で、えー、生きている上で個人の不安は大きいものになりますもちろん体が元気ならさまざまな困難にも立ち向かいますが肉体的精神的な疾患を持っている方への不安は計り知れませんでこれら、ま、えー、ますます増える高齢者や、 疾患で社会活生活が困難な方々に対して、国の政策方針、国の財源だけに頼る社会保障ではなく、慢性期医療データを保有する我々が何かを提供でき、何かを解決、社会課題の解決は企業として担うべき責任であり、これからの日本で事業を継続していく上で必要不可欠だというふうに考えている状況です。はい、で最後に、えっと、3カ年の成長投資方針についてご説明をします。 で2023年から2025年、えー、は、基盤の強化と、えー、研究開発ということは昨年にもお話しした通りで、基盤を強化していくために新規プロダクトのリリースと顧客満足度の向上が必要になります。でまた、先ほどの将来構想に向けた研究開発も行ってまいります。そして、エンジニアとカスタマーサクセスの人員の強化を行っていくというふうに考えています。でまた、開発の整備や顧客エンゲージメントを可視化し、分析する整備も合わせて行い、2026年の 成長フェーズにに移行してていいいきたいという,ふうに考えてます新興期である2024年の予算と2023年実績の、えー、営業利益増減分析になりますが売上げの増加で、えー、あらりが合計3億3000万円増えますが人員の増加や環境整備に伴う固定費が増加することまた研究開発費の増加などにより換管費が1億2700万円増加する見込みになっています。 はい、で、よって2 0 2 4年12月期の営業利益は前期比で2億飛んで200万円増加し、11億1100万円の営業利益率43.4%というふうになる計画になります。で、続いて株主還元と配当政策についてになります。で、先ほどもお話し,しましたが、我々の事業の成長と利益の創出が企業としてもとても大切だというふうに考えています。そこで株主の皆様に最適な 利益還元を行うことが経営上重要であるということを認識し、上場を行った2022年12月期より配当を実施し、2023年12月期も増配を実施いたします。で今後も将来的な事業展開や業績および財務状況を総合的に勘案しながら、安定的な配当を行うことを基本方針とし、2 0 2 4年12月期においても1円の増配で11円の配当を予定しております、はい、で最後に中長長期の成長イメージとなります。 えー、在宅医療を牽引するテクノロジーカンパニーとして、2015年問題の解決に向け、クラウドサービスと BPO、えー・医療データビジネスの3つの事業を柱に、成長を加速させていきたいというふうに考えております。そして AI の看護計画であったりとか、ポータルサイト、サービス、ケアログなど、在宅医療のプラットフォーマーとして、さらなる新たな価値の創造を推し進めていきたいというふうに考えてます。 で我々は、えー、ミッションである人を幸せにするを体現し、すべてのステークホルダーに応援していただける企業となれるように成長を続けてまいります。以上となります。えー、ありがとうございました。中野社長、ありがとうございました。恐れ入りますが、お時間の都合上、本日はご質問のお時間をお取りすることができませんでした。会場にてご参加の方は、この後お時間ございましたら、イー e l l 事務局よりご回答させていただきます。 オンラインにてご参加の皆様は Q&A にご入力いただければ後日 EWEL 事務局よりご回答いたしますそれでは以上をもちまして株式会社 EWEL 決算説明会を終了いたします本日はお忙しい中ご参加いただきまして誠にありがとうございました